夕日を飲み込んだコップがルビーみたいだ。飲みかけの土曜の生活感をテーブルに置いて、花瓶の白い花優しすぎて枯れたみたいだ。本当に大事だったのにそろそろ変えなければ。綺麗だね。これから先のもっと先を描いた地図はないんだろうか。迷いはしないだろうか。それでいいから、そのままでいいから。本当はいらなかったものもソファーも本も捨てよう。街へ出よう。頭にあった何を間違えたのか。今じゃ文字の中、花瓶の白い花いつの間にか枯れたみたいだ。本当に大事だったならそもそも買わなければ。綺麗だね。ずっと叶えたかった夢があなたを縛っていないだろうか。それを諦めていいと言える勇気が少しでもあったら。本当に欲しかったものもカバンもペンも捨てよう。街へ出よう。の欲しがった自分を捨ててしまった。本当に大事だったのに今さら思い出す。花瓶の白い花枯れたことも気づかなかった。本当に大事だったのは花を変える人なのに。迷いはしないだろうか。それでいいから、そのままでいいから。本当はいらなかったものもソファーも本も捨てよう。それでいいから、あなたの夜をずっと照らす大きな光はあるんだろうか。それでも行くんだろうか。それでいいから、そのままでいいから。全部を読み終わったあとはどうか目を開けて。街へ出よう。